とりあえず私は京介でいいよ。びっくりした。まるで死んでるみたいに目を見開いていたから。起きてる？ちゃんとやってるよ。通りちゃん塾行ってるんだよね。偉いな。偉いってこともないけどね。塾楽しい？楽しい感じではないけど。でもね、最近美味しいクレープ屋さんができたんだ。
じゃあ私も。いろいろ種類があるんだよ。納豆は？納豆はないけど。よかった、もしあったらフラフラっと頼んじゃうところだった。やってくる電車を見るとつい飛び込みたくなるというか。姉ちゃんとしては嬉しいかな。京介くんは進学するつもり？全然変わらないね。二人がもっと有名人とかだったら違っていたんだろうけど。私は全然。けど私、エマちゃんはもっと有名人かと思ってた。それもあると思うけど、エマちゃんってやっぱり普段から心がけていたのかなと思って。もしもっと有名だったら、この程度じゃ済まなかったかも。そこまで考えて行動してもおかしくないと思ったから。京介くんも知ってると思うけど、思いの深さ、それを忘れないでほしいかな。羨ましいと思っただけ。人の思いに罪はないからね。だから難しいんだろうな。キッズ
れ。あるんですけど、いいですか？写真のことです。気を悪くしないで聞いてもらいたいんですけど、あれ本当に冗談だったんですか？私、その件を耳にしてからずっと気になっていたことがあるんです。どうしても思い出せなくて、引っかかってしまって、とても気になること。それが何なのか、どうして写真の話がきっかけになったのか、昨日からずっと考えていました。やっと思い出したんです。サンデーの回復祝い、あの時は私大して気にも留めなかった。妙な寝言だなって、ただそれだけで。けれど
私変なこと考えてしまっています。とても変すぎる。私今日は帰ります。ごめんなさい。どうかした？もしかして喧嘩？いただきます。帰ってきてからずっと元気ないけど、また何かあった？うん、どうかした？しょうがないかな。運が悪かったとしか。確かにそれなりには寂しいけどね。うん、どれくらいの幅を想定していっているのかよくわからないけど、かもしれないけど。けどそれがどうかした？お兄ちゃん忘れてる。私の言ったこと。手術の前の方が私にとって一番いい時代だったって。覚えてる。